下から上、上から下とね、はい、あのそういうふうにあの打ち分けて、それが大事ですよね。はい、ワンツー、このワンツーですが右は当たりません。第5ラウンドもまもなく1分を切るところ、入ってくるところ、右、右、右のクロス、右のクロス、右のスタート、じりじりと交代していく。いやチャレンジャー頑張ります。左から右のボディへ、今堤さんからナイスボディがありました。堤さん、はい、本当にチャレンジャー頑張りますね。いいですね、挑戦しますね。今渡辺さん、はい、決定的かと思いましたがね、ちょっとボーダーになりましたね。さあ、ここで第5ラウンドゴングが鳴りました。このラウンドは10対9、チャンピオンの有利が取っています。渡辺さん、はい、このシーンでね、これ詰めろという感じもしましたけどね、一瞬決まるかなとね、はい、思ったんですかね、やはりは6回防衛してるやっぱり精神的な強さでしょうね。そうでしょうね、はい、さあこれ渡辺さんね、はい、こういう流れというのは有利大体こう最後までもつれるというパターンが多いんですよね、はい、これ粘られるとね。久保田さん、はい、その粘られるとって話がありましたね、そういうことがないようにということなんでしょうね。今のラウンドで緩めるのはこの調子でどんどん行けという指示が飛んでますね、はい、あ、そうですか、それから先ほどからよく出てる指示としてはですね、はい、あの相手が低い姿勢なんでね、やはりこちら側も低い姿勢でパンチを出していけという指示ですね、はい、あ、いい作戦ですね。あ、そうです、右のスルート、右のスルートです。ジャブで交代します。チャンピオン、パンチが当たるとまともですね、はい、パチッとワンツー、ワンツーから4つ出しました。チャンピオン大きな右、右アッパー、右のショートアッパーです。これは目が離せなくなりました。ガードの硬さ、バランスの良さということからしますと完全にチャンピオンが勝っていますが、チャレンジャー の、 その打たれても体を低くして前に出てくるこのファイティングスピリットというのはさすがに韓国の、あっとボディ、話を話をという声が聞こえてまいりました。赤コーナー、もうすでに1分15秒が経過しています。第6ラウンド、地鳴りを放ちましたチャレンジャー。チャー選手はここで行かないとダメですね。あ、そうですか、はい、やはり行かないね、左のボディーブロー。渡辺さん、チャンピオンがこれだけボディー打たれるというのは当たり前のように思うんですが、どうですか。まあ、やはりあの先ほどスピードを見てね、チャー選手は上下をね、やっぱりバランスよくボディを打っていけ打っていけで、セコンド行ってますからね、はい、まだまだ冷静にボクシングを組み立ててますね。あ、なるほど、はい、これはウィービングで避けましたチャンピオンです。残り1分を切りました。第6ラウンド、右のストレート、左ノックワンツーです。軽く当てていきますチャンピオン。チャンピオンの左じっと睨みつけるように軽々たる眼光、チャンピオンのユーリ・アルマチャコフ。もうすっかり体は汗に濡れ光っています。チャンピオンワンツー、ワンツーから左、左から右、右のじっと狙っています。右のストレートを狙っている。じっくり交代、じりじりと交代、しかしチャレンジャーも前に出る、チャレンジャーも前に出る。残り30秒切った。あーっと飛び込んでの左ノック、チャレンジャーです。入ってくるところ、チャレンジャー、ミノ左から右、そして飛び込んでいきます。あの飛び込んでいくパンチ、なかなか効いているようです。そうですね、ただ本当に何でも言いません、ユーリ選手よく見てます。あ、相手をね、はい、第6ラウンド終了のゴングが鳴りました。このラウンドも渡辺さん10対9、ユーリがチャンピオンが取っています。ですね、ちょうど
まあ、赤コーナーがここから見えるんですけど、はい、どうですか表情をご覧になっていて。やっぱり目つきが鋭くていいですよね。まだまだこういう感じじゃないですかね。私はあの勝手にケメロボの狼と呼んでるんですけどあ、こちらがチャ・ナムフンです。第7ラウンドが始まりました。渡辺さん、はい、まあ、これから中盤に入ってきますね、はい、スタミナという面ではどうでしょう。いや、それはもう大丈夫でしょう、はいはい、もう振り切っていくんちゃいますか、はいはい、まだまだ全然スタミナには心配はないですね、はい、お互いダメージもないですね。左のパー、しかしチャレンジャーはあのもう少し打たれ弱いという話も聞いてたんですが、そんなことないですね。そうですね、放送席久保田さん、はい、青コーナーですが、はい、まあ、自分のモーションが大きいから相手に打たれるんだと、相手に打つ隙を与えないぐらい脇を締めてどんどん打っていけと、セコンドからの指示も落ち着いてうなずいてますし、見たところそれほどダメージはないようですね。あ、なるほどね、はい、左ナッパー突き上げます。右右からブリー、バラボディへ、ボディから顔面、そして右をフォローする、ロックの内側、右を成功、しかしこの辺りも冷静、足を使います。チャンピオンリングの中央に戻ってまいりました。第7ラウンド1分経過、ボディから顔面です。まとめて打った、まとめて打った、当たると打ち出しますね。そうですね、はい、また右です、また右、ちょっと悪い流れですね、はい、リーグしたらボディから顔面を狙っていく。少しこうこの7ラウンドに関してはペースにはまったかなというところありますか。調子乗らすと怖いですよ、こういう選手はね、はい、どん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 来ますからね、はい、もうすでに第7ラウンドも1分半を経過しています。ここまでポイントの中ではチャンピオンが取っていますが、第7ラウンドはチャレンジャーもいいボクシング、右から左、ボディ、チャンスを迎えたがチャンピオン低い姿勢打ち返します。チャレンジャー右のストレート軽く当たりました。ワンツー、今度は大きい右、残り1分を切っています第7ラウンド。渡辺さん、見てますとチャンピオンはパンチに強弱もつけているような。そうですね、やはり打ち分けてますね、はい、ここなんかはい、そうですね、カウンターも狙ってますね。そうですね、ここに並んで、さあ、このパンチ、このパンチがチャレンジャー。そうですね、チャレンジャーの得意なパターン、しかし冷静です。大きい右、軽く顔面にヒット、右ナッパー、そして左、これはパンチが当たっていない。カルロス・パディーラレフリーに分けられました両者です。リングの中央です。右のストレート、また入ってくるところ、左ワンツー、あー、ここは狙っていきましたが、これはダメ、バランスを崩しました。チャレンジャーです。第7ラウンドも残り10秒、足が止まっている、足が止まって、ワンツー、アッパーから顔面、チャレンジャー。ここで第7ラウンドゴングです。そのラウンドは渡辺さん10対10のイーブンでした。いいんですけども、アローさばくのライブ闘牛と闘牛士の間みたいなね、ちょっと打たれすぎましたね。あ、今は、渡辺さん、今みたいに細かいパンチもらってると後でこう効いてくるってのはあるんですか。それはありますよ、はい、特に疲れてくるとね、それがダメージが、ね、効いてくるんですよ。特にボディなのがね、あの後でね、しんどくなってきます。あ、そうですか、はい、スタミナにもおそろすみません。今日は今までのタイトルマッチの中でもかなりボディにいいパンチをもらっているのではないかと思われます。チャンピオン左をダブル、チャレンジャーです。